はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、アップデート来てますので、アップデート解説していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでこちらですね、監督チケットスカウトのラインナップ更新ということで、まあこれはいつものように新しい監督が追加されてますね。コロッペとヘネバイラーが追加されましたという感じですね。はい、まあできればチケットもう少し配ってほしいところも、最近になって特にこのチケットの、監督チケットの当たりがすごく、チームの総合値を変えてきてますよね。ついにレベル4ぐらいの監督を手にした、ガチ勢の方もいらっしゃって、ついに27万の、チーム総合値が登場していますので、まあ、ただこればっかりはもう運でしかできないというところなので、だとしたらもう少し監督チケットスカウトを配ってほしいなというふうに思いますね。ここ最近出たものすべて、星3監督なので、まあ、なんとかもうちょっと監督チケットを配ってほしいところですね。はい、そしてこちら星5、星4以上、星3以上、確定チケットスカウトのラインナップ更新のお知らせですね。新しく、ジェシー・リンガード、ファビアン・デルフ、それからサンティアゴ、アリアスが追加されて、これがまた新しいレジェンドマッチの特攻選手になっているという感じです。はい、続いてこちら3月21日19時より SWCC27 回大会観戦会生放送を配信予定ということで、何やら面白そうな新しい、取り組みが始まりそうですね。サカツクシリーズ25周年を記念して3月21日日曜日19時から、配信があるということですね。これはですね、 SWCC 記念すべき第1回大会の時にも行われた決勝戦の配信が27大会にしてついに復活という感じだと思います。本当にあれ毎回やってくれるのかなと思いきや、まあ、第1回大会のみで終わってしまったあの決勝戦の配信ですねが今回も久しぶりに登場という感じです。まあぜひとも、こういう時にですね、決勝トーナメントに行って、決勝とかに行けたらすごいですね。みんなの配信で出たらまたこれ一つ面白いのかなとも思いますので、頑張ってダイヤモンドディビジョンで目指していきたいなというふうに思います。はい、で、あとはこれは YouTube での配信になるのかな、多分 YouTube での配信じゃないかなと思われます。はい、ちょっと詳しくは分かりませんね。はい、そして SWCC27 大会のエントリーが始まりましたよということですね。アップデート実は昨日ですよね。で、昨日のうちにいつもだったら動画上げるんですけども、すいません、昨日ちょっと忙しくて、動画を撮るどころかサカツクすら、やる時間がなかったということで、まだエントリーもできてないので、忘れないうちにエントリーしていきたいなというふうに思います。はい、今回もダイヤモンドディビジョンでやっていきたいなというふうに思います。まあもちろん今回も全勝ですね。全勝、狙うは全勝しかないのかなというふうに思います。はい、そしてこちら曜日マッチ開催ということで、まあいつものように曜日マッチの内容が変更になりましたということです。星4監督も入れ替わりですね。で、最近始められているオーナーさん、それから中級者のオーナーさん、持っていない監督がいた場合は必ずゲットするようにしましょう。一通りですね、やはり監督を一旦全員揃えるというところがを早めにした方がいいです。監督チケットはいつ回したらいいですかっていう、初心者さんからの質問があったんですけども、できれば監督チケットは回さずに、貯めて全監督コンプリートしてから回すようにしましょう。じゃないとですね、監督チケットで初ゲットの監督はレベルが上がりません。で、1回ゲットするとこういったところです、復刻でもう一度手に入れるっていうこともできなくなります。なので、できればこの曜日マッチで出てきた監督で持っていない監督は、星4監督で強いので必ずゲットしておきましょう。使う使わないではなく、ゲットをしておくことで後で監督チケットで重なったら、コーチとしてのレベルが上がっていって、非常に使えるコーチになってくれる可能性もありますので、
使わないとしても必ずこの1000ポイントまでクリアして持ってない監督のところは狙っていきましょう。はい。で、月曜日から、まあこの辺はですね、まあちょっと飛ばそうかなというふうに思います。この辺の選手の解説もし聞きたいなということであればコメント入れていただければまた別途、動画撮っていこうかなというふうに思います。今のところどうなんでしょうか。ここの解説を楽しみにしている視聴者さんがいるのかどうかちょっとわからないのでここはちょっと飛ばします。はいはい、続いてこちらですね。メインイベントレジェンドマッチ、なんか毎週毎週レジェンドマッチをやってるような気分になりますが、まあそうですね、またもやレジェンドマッチが来ました。なんか最近運営さんどうでしょうか。手抜きイベントなのってちょっと思っちゃうような、感じが続いておりますが、まあ今回もレジェンドマッチでケイトということで、まあカイトですね。はい、懐かしの選手が出ておりますが、こちらオランダのリバプールなのでリバプール染めで、右のウィングで使えるということですね。はい、なので、サラーのところで使うことができます。何？よかった、ちょっと待って。パパダンスやるとあんまりないぞ。はい、できたよ。おーい、できたよ。まだあるよ。はい。うん。YouTube 撮ってるからあっちで遊んでね。はい、いいよ、できた。じゃあね。はい、失礼いたしました。ということでカイトですね、リバプール染めで使えて特徴優秀ですね。超回復を持ってます。さらにフィジカル20丸ということで、まあ、かなり優秀ですね。最近はエラプトフィードだとかブラストタックルだとか、フォワードのスタミナを削るものも多くなってきてますので、そういう意味でこの超回復はかなり、嬉しい特徴がついてるかなというふうに思います。でスキルがですね珍しいですね。前線の選手にスパイダーマークがついてます。これはですね最近ガチ勢の中で流行っているトップの選手にスパイダーマークをつけて相手のボールを奪うのではなく相手のスタミナをどんどん削っていくという作戦が最近ガチ勢のオーナーさんの間で流行っていますが、なんと初期で持っていてそれができちゃうというところでかなり特殊な選手になってくれるんじゃないかなというふうに思います。僕の中ではかなりこのレジェンドマッチで登場している選手の中では、かなり評価が高い選手になりますね。はい。で能力もシュートシュートパスでパスカットマークスピードトラップスタミナということで、オフェンスとディフェンスにこう、まあ、上下に、グラフがビュンと、伸びているような選手でしっかりとフィジカルもあって、フィジカル20丸もついているということで、まあ、無駄のないいい感じの、選手に仕上がっているんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、スパイダーマークの移植用として、取っていくっていうのもありだと思います。はい、まあ、なかなか未だにスパイダーマークっていうのは簡単に手に入るスキルではないので、まあ非常に美味しいレジェンドマッチなのかなというふうに思います。はい、思いますが私は周回しません。やはり、左サラー作ってます。でサラー前半からでもどうだろうな。カイトでいっといて後半にサラー出してスタミナ温存させとくっていう手もあるか。いやー、まあ一応作るか、5凸。まあ5凸ぐらい作ったら、まあちょっと撤退かなというふうに思いますね、僕は。はい。ということで、で、今回は、チケットがもらえるわけではなくて、一周すると黒ビブス1枚と 100GB が手に入るという感じになっています。はい。では次行きましょう。はい、ということで今回レジェンドマッチが追加されました。まあ初めてのことですね。レジェンドマッチと特攻ガチャが同時追加という感じになっています。ピックアップスカウト、つまり、まあ、ピックアップスカウトがちょっと立て続けに起きていて、まあ平穏なアップデートが続いてるなというところでございます。はい。で、ここはですね、先ほどのレジェンドマッチで特別な効果を得ることができる特攻キャラというものが追加されています。3名ですね。はい。で、この選手を使うことで、スタメンに使うことで 80% の、ポイントボーナスが手に入るということです。
でベンチで使ってもポイントボーナスももらえますが、ベンチの場合は 80% ではなく40% でしたっけ、ちょっとどこに書いてあるのかな、見当たらない。確かベンチに置くと 30% か 40% ぐらいのボーナスに変わってしまいますので、まあ必ずスタメンで使っていくことをお勧めします。はい、では選手自体を見ていきましょう。ガチャからいきましょう。はい、こちらですね、ピックアップスカウト、まあ、あそっか、グッドチョイススカウトだったのか、そっか。はい、ではピックアップスカウト、まあ、いつもの通りステップ5まであって、GB 安くで手に入りますよ、しかも1周必ず1名以上、ゲットできますよというところ、まあ、最初のステップに関しては星5確定チケット、ただこの星5確定チケットからもこの3体出てくるので、まあ、同じように、星5どれかがゲットできると。でステップ2以降は必ずこの3体から1体手に入りますよということです。はい、ですが、まあ、無課金でやってる方とかは、まあ、ここに GB 使うのはなしかなというふうに思いますので、まあ、私もサブアカの方で無課キングダムっていうのをやってますが、当然このガチャは引きません。はい。では見ていきましょう。まずはリンガード行きましょう。ウェストハム FC ですね。ウェストハム FC で、特徴はドリブル職人ということで、まあ、あまり星5選手らしくない、弱い特徴がついてますね。そして根性20丸、これはとても素晴らしい特徴がついています。そしてドリブルマスターで、スキルは高速ドリブルというものがついています。そうですね、全体的に、まあ、ステータスがまず最近の選手にしては1万いかないというところで、ちょっとパッとしないかなというところで、OMF でアタッカーなんですけども、マークとパスカットがついていて、この低い総合値なのにマークパスカットに振られているせいで、シュートも低いですし、パスも微妙ですし、なんか全体的に、数値ずば抜けたものがこれといってないという感じですね。まあ、ただ、まあ、OMF にしてはドリブルは高いのかなというふうに思いますので、まあ、やっぱここが生きてくるのかなとは思いますが、そうですね、わざわざごとつしたり作っていく選手ではなく、シンプルに特攻キャラとして 80% ボーナスで使っていけたらいいのかなというふうに思います。まあ、さらには、ウエストハムなんで、まあ、クラブ染めもなかなか来ないかなというところで、いいのかなというふうに思います。はい、続いてこちら、ファビアンデルフ、イングランド、エバートン FC です。パス職人ということで、こちらもそこまで強くないです。フィジカル20丸、まあまあまあという感じ。星4でもおかしくないぐらいの特徴なのかなというふうに思います。スキルもパワフルフィードということで、まあ、とってもシンプルなロングパスということで、まあ、これも試合にほとんど影響しないレベルの、スキルです。シンプルに言って、まあ、強くないです。はい。なので、どうでしょうか。シンプルに、さっきと同じように、80% のバフを使う選手として使っていったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、だから、特攻キャラとして使って、使い終わったらもうコインでいいんじゃないかなというふうに思います。こちらサンティアゴアリアスに関しても特徴、スピード職人、超回復、これはすごいですね。突然いいのがつきましたね。でドリブルマスター、スキルにロングレンジドリブル、まあ、ロングレンジドリブルは個人的には結構好きで、結構使えるドリブルなんですけどね、長めにしっかりとドリブルで運んでくれるんでいいんですけども、まあ、そこまで、珍しい、スキルではないかなというふうに思います。で左のサイドバック、攻撃サイドバックでサイドの選手ということですね。まあこれも、まあ、そこまで、特筆するところはないのかなというふうに思います。3体の中では一番優秀かなとは思いますね。はい、ただまあわざわざ回して、育成していくような選手ではありませんので、ゲットしたら、80% の特攻キャラとして使って、使い終わったら、まあ、シンプルに売り払っても別にいいのかなと思いますね。ただまあリンガードあたりはもしかしたらどうでしょうか、移籍とか今後して、それこそリバプールとかどこでしょうか、まあその今来てるクラブ染めとかのところで新キャラリンガード出る可能性もあります。まあデルフにしてもあります。アリアスはちょっと分かりませんね。はい、なんでまあ取っておいてもいいですし、コインにしてもいいのかなというふうに思います。
はい、そんなところですかね。ということで、まあ今週は、さざ波のようなアップデートでございましたね。僕の予想では、リバプールの追撃もしくはアーセナル追撃だったりとか何かしら、面白いものがドンと来るんじゃないかなと思っていましたが、まあまさかの、さざ波アップデートということで、うん、まあ来週に期待なのかなというところですね。で、まあ去年の年末に上げた動画で、2021年の、イベントをこう予想する、ガチャを予想するという動画を上げてます。まあドンピシャ当たってるんじゃないですかね、今のところは結構。3月は結構さざ波な感じで微妙なガチャが続くんじゃないかって、去年の年末にお話ししてましたが、今のところそれが、現実的になってきてるんじゃないかなというふうに思います。と言っても、運営さんもですね、3月決算月はいつなんだろうな、瀬川、どうなんでしょうか。まあ、とにかく4月にですね、サカツク最大のイベントを控えてます。4月の27でしたっけ、23でしたっけ、まあ半ばにですね、サカツク3周年 RTW の3周年を控えてますので、まあ、これが最も、ビッグイベントになると思います。なのでまあそれに向けて GB を貯めていくためにも、まあさざ波が続いてくれるならそれはそれでいいんじゃないかなとも思いますね。はい、ということで、本日はこんな感じでアップデートの解説終わりたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。Oh.